ピーター・チャルマーズ・ミッチェルサーピーター・チャルマーズ・ミッチェルは、イギリスの動物学者。1903年から1935年まで、ロンドン動物学会の事務局長を務め、この間に、ロンドン動物園のポリシーを確立し、世界初の野外動物園である、ホイップスネード野生動物園を作った。スコットランド長老派の牧師アレキサンダー・ミッチェルの、息子として生まれる。 アバディーン大学で学位を得た後、オックスフォード大学のクライストチャーチカレッジに移り、自然科学、特に動物学を学んだ。1888年には、動物学科の講師となった。ロンドン王立協会フェローに選ばれ、大英帝国勲章受賞者であり、ナイトに上されている。1903年から32年にわたって、ロンドン動物学会の事務局長を務めたがこれは、 最長記録ではなかった。彼の前任者、フィリップス・クレーターは1860年から1902年まで40年以上在職していた。ミッチェルの後任にはジュリアン・ハクスリーが就任した。ホイップスネード野生動物園は1931年にベッドフォードシャーの中心部ダウンスタブルダウンズに開設された。ホイップスネードは田園地方にある野外動物園であり、 様々な保護活動にも関与している。1938年に、スコットランドの議員補欠選挙に無所属で出馬したが、得票率わずか13.5%で4人の候補者のうち再位であった。クルック DP1989、ピーター・チャーマーズ、ミッチェル・アンティー・ワル・エベルジネザム、インブリテン・デューリング・ザ・グレート・ウォー、ジャーナル・オブ・ザ・ヒストリー・オブ・バイオロジー、22、 325から356ありがとうございます。